ジンゲイの進水式が三菱重工業の神戸造船所で行われました。今回はこの潜水艦ジンゲイ誕生について詳しく見ていきましょう。ディーゼルエンジンとリチウムイオン蓄電池との組み合わせで新型シュノーケル発電システムにより、タイゲイ型は大電流継続的急速充電が可能になりました。伏せられている具体的な数値も気になりますね。2022年3月に海上自衛隊の最新型潜水艦タイゲイ型の1番艦タイゲイを就役し、神奈川県の横須賀基地に配備されています。2番艦ワクゲイが2021年10月に進水、2023年3月には海上自衛隊に引き渡される予定で、2022年10月に3番艦のジンゲイと命名され、進水式が行われました。この艦名のジンゲイはシンクジラと漢字では表記され、海の王者であるクジラが波を立てて疾走する様子に由来しています。今後内装工事や性能試験を実施し、竣工の準備が進められます。2024年3月には海上自衛隊に引き渡される予定で、2番艦3番艦ともに配属先は未定です。1から3番艦すべてに女性乗員のための専用住居エリアやシャワー室、寝室があらかじめ設けられています。海上自衛隊では潜水艦を年に1隻のサイクルで製造および収益しており、中国海軍の戦力の増強による海洋進出を念頭に置いて、防衛力の強化のために潜水艦を16隻体制から22隻体制への計画が1番艦のタイゲイが就役したことでついに完了しました。これにより双竜型が12隻、親潮型が9隻、それとタイゲイ型が1隻で22隻となりました。およそ10年がかりでの造成である。こうした海上自衛隊の潜水艦増強は中国海軍のみならず、ロシアや北朝鮮においても警戒するという意味合いがあり、日本海、東シナ海、南西諸島方面の防衛の戦力となり、今後も拡充していく可能性もある。しかし、今交代ゲイ型が何隻建造されるかは、わからないが、現在、計画の22隻に達しているため、親潮型の9隻から順番に退役していき、さらにそれを補充する形で、年に1隻のサイクルで建造していくと考えられ、毎年3月に海上自衛隊の潜水艦が就役するのではないでしょうか。それに伴って、まだまだ現役として使える状態の潜水艦が、毎年1隻のペースで現役から退くということはとてももったいなく、潜水艦の老朽化に悩む国や、こうした主力兵器を自国では製造できない国などから見ると、羨ましく、他国としては、高い評価の欲しい潜水艦である。その、まだ現役として使える、親潮型は、練習艦として残る可能性もあります。海上自衛隊のすべての潜水艦は、神戸から誕生しており、建造できるメーカーは、三菱重工業の神戸造船所と川崎重工業の神戸工場の2社に限られています。この2社が交互に建造しており、高度な潜水艦建造技術のノウハウを継承していて、今回のジンゲイは三菱重工業の神戸造船所が担当しました。このように高度な潜水艦を自国において建造する技術があっても、日本の自衛隊の基本理念は、国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛すること、すなわち専守防衛であることから、汎用性があるとは言えないが、他国の潜水艦が日本近海に近づかないようにする抑止力はあるでしょう。
ジンゲイは、対ゲイ型の3番艦だが、海上自衛隊の最新鋭の潜水艦ということから、公表されている主な仕様としては、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量は3000トンである。その前級の双竜型は、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.3 メートル、基準排水量は2900トンの規模であり、これを見ると、双竜型と対ゲイ型は、ほとんど同じ大きさの艦であり、大きな変更はなく、次級に取り込まれると考えられます。対ゲイ型の機関形式は、リチウムイオン電池搭載のディーゼル電気推進である。リチウムイオン電池は、多くの優れた特性を備えており、潜水艦には、とても望ましいもので、前級の双竜型の11番艦、12番艦から搭載され、このリチウムイオン蓄電池の搭載を前提に、最大限に発揮できる設計になっているのが、この対ゲイ型である。前級の双竜型に比べ、探知能力が向上した、ソナー装置や静粛性が高いのが特徴である。そう、竜型の11番艦より、リチウムイオン電池を導入していたが、基本設計は、あくまで、双竜型と同じであり、リチウムイオン電池を最大限に活用できる仕様にはなっていませんでした。これに対し、この、対ゲイ型では、基本設計の時点より、リチウムイオン電池の搭載を取り込み、最大限に活用できるように配慮されています。このために、スノーケル発電システムの開発が実施されました。これは、大電流による継続的な充電に対応できる、リチウムイオン蓄電池の特性を最大限に活用し、高出力、および急速充電に対応した、新型のシュノーケル発電システムが開発されました。これにより、具体的な数値は伏せられているが、対ゲイ型は、従来の潜水艦より長時間の連続潜水航行ができ、作動の増大が可能になると言えるでしょう。この、対ゲイ型と同じディーゼルエンジンとリチウムイオン蓄電池での機関を搭載している前級の、双竜型の11番艦と12番艦は、水上で13ノット、水中で18ノット対ゲイ型で、20ノットとその差は、ほとんどありません。原子力を推進している他国の潜水艦であれば、30ノット、約56キロ以上が可能で、しかも、原子炉であれば、半永久的に速度を維持できる利点もありますし、いくら、対ゲイ型が海上自衛隊の最新鋭といっても、蓄電池に蓄えられた電力のみで、短時間で蓄電池を使い切ってしまい、20ノットが限界であり、その速力では同じ位置にあるとは言い難いですね。原子力潜水艦には、潜水艦に対する有効な兵器は、潜水艦であるとの認識から、一般化した攻撃型原子力潜水艦と、核戦略の一端を担う、海中ミサイル基地ともいえる潜水艦発射弾道ミサイル、SLMB を搭載する、戦略型原子力潜水艦の2つに、大きく分けられます。どちらにしても、通常型の潜水艦に比べれば、はるかに、高出力の原子力推進機関を搭載しています。しかし、通常型の潜水艦に比べて、静粛性が劣り、原子力潜水艦では、タービンの音や、冷却水循環ポンプなどの外部装置の出す音が、大きく容易に探知される危険性もあるので、頻繁には、高速での航行は、行われていない。アメリカ海軍の最新の原子力潜水艦では、低出力時には、冷却材の自然循環による運転が可能で、ポンプによる運転が必要ではないと言われています。原子力潜水艦を運用している国としては、アメリカ、イギリス、ロシア、
フランス、中国、インドの6カ国で、オーストラリアも、アメリカとイギリスの3カ国による安全保障の枠組み、オーカスの締結により、原子力潜水艦の開発、及び配備を予定しています。2022年、近年の日本を取り巻く周辺国の海洋進出により、中国海軍の脅威がさらに大きくなると予想され、日本においても原子力潜水艦の採用の検討も必要でしょう。中国海軍の軍事力拡大で海洋進出の動きを強めており、水深が深く潜水艦の探知が難しいとされる南シナ海において、核兵器の搭載可能な潜水艦発射弾道ミサイル、SLBM 装備の原潜配備を進めているとみられております。これに対して、インド太平洋地域における西側諸国の軍事的な影響力の強化のため、アメリカやイギリスからの調達、もしくは自国で建造し、攻撃型の原子力潜水艦を配備するオーカスの締結を表明していますが、現在まで具体的な潜水艦の特定や内容は公表されていません。そこで、アメリカを選択した場合は、バージニア級で2004年から就役中の最新艦で、イギリスを選択した場合は、アスチュート級で2010から就役中の最新型である。どちらの国を採用するにしても、最新型の原子力潜水艦になることが予想されます。自国で建造ならば、それに必要な事項が、多く設備等が整わず、早期の建造は難しいでしょう。日本において、国民の平和な暮らしを守るための防衛に、原子力潜水艦は必要なのか、保有の可否についての討論が続けられてきました。しかし、安全保障環境が悪化している日本の海上自衛隊が現在保有しているのは通常動力で動く追潜潜水艦だけです。海上自衛隊は日本近海を守るための防衛的な組織であり、遠征するための海軍ではない。日本が潜水艦を建造するには設計から建造までは容易ではないが、大型潜水艦を建造するための施設もあり、大きな造船所があり、建造する能力もあります。しかし、建造するために開発する多額の費用がかかる原子力潜水艦より、すでにある分野のプラットフォームや技術に、その費用を投入すべきではないでしょうか。アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの攻撃型原子力潜水艦を保有している6カ国は、いずれも航空母艦も運用しており、これらで空母打撃団、航空母艦を中核とする機動部隊を編成するならば、不可欠な艦艇と言えるでしょう。ロシアはの保有する航空母艦は、1隻のみのアドミラル・クズネツォは、1990年12月に就役しており老朽艦ですが、2017年から多岐にわたり、大規模な改装が行われています。しかし、現在も、ロシア唯一の航空母艦として運用されています。今、海上自衛隊で、いずも、型の護衛艦2隻が航空母艦化される改修工事が行われている最中ですが、これは、日本近海を守るためのものである。